兄ちゃんどんな時話してる？わけないか、言ってやんか。これ何もすると思う？8万8千。これ今年上がったんで、去年は8万8千ね。2割5分上がった。ちょいちょい上がったの。私はここで嘘って言うから、お兄ちゃんみたいにここの弱い人やったら来ないように嘘くせーって言うねん。ところがな、ここの本家事故の人はな、絶対そういうこと言うねん。なんで言うかな、ここの一つも550万ですよ。で、こういうところで15年間も商売してると、一言私はね、嘘を言うと大変やな。どんなことあってるのか、商売で。大阪へ出てきてからもう一年、どぎつい大阪弁にも慣れたけど、道頓堀のネオンサインや今でも驚くばかり。ああ、それでもふるさとに時々帰りたいと思うけど、今ある金ではどうしようもない。大阪へ出てきてからもう3年、人にもうかりまっかと言われればさっぱり飽きまへんわ。どうしようもおまへんわ。俺も笑顔でそんなことが今では言えるようになったけど、ほんまにどうしようもどうしようもおまへんわ。大阪へ出てきてからもう5年、ゴミダメの街には懐かしさ覚え、ワイも一緒ここで暮らすんかなと思ったり、若い頃は一発当てようと大阪へ遺産でやってきたが、わしらには宝くじしかないんかなと思う。面白いのはこう。